小さなお子様からベテランファンの方まで、新しい生活様式に合わせて楽しめるレンタルレイアウト店 TB グループを運営するなゆた工業の提供でお送りいたします。いや、こちらこそ。遠いところからわざわざ。はい。じゃあ、こちら、島の方で。はい。はい、じゃあどうぞ。はい、失礼します。はい、じゃあ。これ、ナユキチー。いないの？いないのか？はい、ナユキチー。ナユキチー。あれこっちかな。おい、ナユキチ。これレイアウトルームかな。おい。あ？なんじゃこれ。社長、これちょっと見てくださいよ。どこどこ？これ。なんこれだった。ああ？なんだとあいつ。これはバカンスとは。恐れ入りましたね。恐れ入りましたね、本当に。佐藤社長、これ今日どうします？撮影。じゃあ君が取りたまえ、大社長になったつもりで。しょうがないですね。じゃあやりましょう。やりましょう。じゃあ早速ちょっとこちら借りして。はい。というわけでですね。美容なゆ TV の時間がやってまいりました。今日は佐藤社長にですね、今日は何曜日、ということで、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。はい、YK 企画制作設計の、韓国セマール号、はい、エッジオモデルですね。おー、では早速紹介の方ですね、はい、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。はい、こちらがキットの内容です。まずですね、こちら側の先頭動力車、これは前後で3列にしますね。で、片側に動力入れるわけですけど、MPG はですね、遠藤さんのあちらの基本になってます。で、片側だけで6両ぐらいだったら片側だけで大丈夫だと思います。で、あとこちらがですね、一番多い普通車、T 車ですね。で、こちらが、特筆車、日本流ではグリーン車です。で、こちらが、車掌室付きの、普通車。違いはですね、ちょっとここ小窓がありますね、普通車と違うんですね。で、最後に特徴あるのは食堂車です。キットの中にですね、台車は入ってないんですけど、別売でございます。でですね、基本これキットなんですけど、説明書とかいろいろあるんですけどね、特製完成品もですね、受注はできます。ただし、ある程度期間と、申し訳ないですけど、頭金ちょっとお願いしたいと思います。で、それと動力車なんですけど、MP ギアは一応基本でなってるんですけど、今ちょっと他のギアもですね、研究、動力、ギアというか動力も、研究中でございます。まあ、値段的には、外国型エッジを金属としては安いんじゃないかなとは思いますけどね。お値段のことなんですけど、先頭車両、台車別キットが、定価27,500円。で、特製完成品、動力付きが72,600円。動力なし先頭車、特製完成品、
6万飛び500円。車体キットに限りまして、先頭、動力なし、台車なしで、19,250 円。特別期間限定価格にしています。中間車はですね、4種類、普通車、車掌付き普通車、それと特殊車、いわゆるグリーン車ですね。それと食堂車の4種類あるんですが、この4種類は均一でして、車体キット、台車別で13,200円。13,200円ですね。で、特製完成品、台車ついてますけど、46,200円です。4両とも中間車に関してはお値段は同じです。それぞれ1両ずつ紹介させていただきましたけど、6両セットの特製完成品もございます。6両セット、M 車は1両で24万2,000円になってます。まあ、あと、この他、台車が、1両3,300円ですね。で、キットに関してですね、今ちょっと期間限定でサービスさせていただいておりますので、詳しいことは、お問い合わせください。よろしくお願いします。はい。本当にね、これ、素晴らしい車両ですね。やっぱりね、私もね、こう見たことがないんでね、こう、ね、他の人がね、なかなかね、持ってない車両を手にするっていうのは、本当にこう、ものすごいこう、なんかね、充実感というか、優越感があるんじゃないかというね。そうですね。はい。ということで、今日は、韓国のセマウル号、紹介させていただきました。車窓所長、今日はありがとうございました。どうも、こちらこそどうもありがとうございました。はい。皆さんもぜひ、こちらの方、ね、ご覧になって、ご興味のある方は、こちらのチャンネルリンクの方ですね、ご覧いただいて、ぜひお問い合わせの方をね、お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。今日も動画を見てくれて、本当にどうもありがとう。他の動画も見てみてね。チャンネル登録や高評価、リクエスト、コメントもお待ちしてます。お待ちしてます。でも、うちのレンタルレイアウトに来てくれるのがもっと嬉しいよね。ああ、そうだ ね。はい、ご予約やお問い合わせはこちらから。はい、ご来店をお待ちしてます。来てね。